よっしゃー、第2の Y サークルでまたまたヌラトリ行ってみよう。おい、来たら早速始めるぞ。見極めの妙、早速説明お願いします。うん、見極めの妙、この特には力の強い敵との戦いを学んでもらう。一撃のダメージが命取りになりかねん。敵の動きを見極め攻撃を避ける。うん、特にマトロにはこの修行に参加してもらいたい。己のピンチを切り抜ける力が必要。もうマトロ君はセットしてるよ。うん、ブルポンがいたところ、敵の強力な一撃を避けることを心がける。ボス何が出てくるんだろう。切り替えはできないか。 SD チケットを入手できるわけね。ミッションさん、あ、そうか、何変身。地獄アサシンとかがおるわけか。いいね、見た目も変わってかっこいいね、いい感じ。必殺技が結構似てんだけど、グランゾーとネカスカドライブが気になる。うわ、めちゃくちゃパンチか、いいね、広範囲にパンチ攻撃、ヘビーだぜ、いいね。バックドロパニョンス、どうだった。あ、そうか、ノア専用の必殺技って他にもあったりするのかよ。次なる敵に挑むがいい。回避が重要、時には仲間がピンチでも自分を守ること。何がいるんだろうな。マタロ君使うべき。ザホーン、家の怨霊。なるほど、このザホームも割と珍しいの。キュービ君のミッションってか、そういうのなかったもんね。キュービ君が夏休みに自分の家帰るんだけど、お家が怨霊だったっていう。お家が言うてみたら怨霊で人間を食うみたいな、そんな感じだよね。でかいもんな。で、キュービ君の家族は、もうなんか、もともとお金持ちだったけど、貧乏になってしまって、小さい一軒家に住んでんだよね。マトロ君チャーンジ、 HP 回復して。で、必殺技が、爆炎波で、エグゾートソードっていうの？これちょっとやってみたいんだよ。エグゾートソード。変身タイム終了かーい。プンスか、プンスか。ザ・ホーム、もうアースウォーカーノアで倒しちゃうよ。どうなんだ？グランゾーとネコスカドライ。これアニメにもまたノア君出てくんのかな。ヌラリッチの特訓ってアニメでもありそうだもんな。ノア君がそのタイミングで登場かにょん。バックドロッパーニャオス、爆注しながらとどめ。これでマタロ君がさらに進化すんのかな、もしかして。うん、いい動きだった。旧大点だ。あざーす。マズラはこれよりもっと強いはずだから、こんなところで浮かれていちゃダメだ。 SD チケットゲッツ、エクスペリエンスが34,000。うわ、マトロ君が進化しそう。なんだか体の内側から力が溢れ出してくるみたいな。みたいな、不思議な感覚だね。これが修行の成果ってことなのかな。でも誰かを守るためにはまだ足りない。僕は結局エルゼメキアを助けることができなかった。マタロ君、自分を責めてんの、自責の念だが、あれは仕方なかった。エルゼメキア本人も望んだ結果だ。そうだけど、自分にもっと力があればエルゼちゃんを助けれたかもしれないのに。悔しいか。悔しいです。誰かを救えなかった悔しさは心に重くのしかかるものだ。しかしだからこそ、もう二度とこぼさないという覚悟が生まれる。失敗したからこそ、
テストで悪い点を取ったからこそ次頑張ろうって思えるもんね。覚悟。そうだ、その強い覚悟が強い意志を生み、それはやがて苦境を切り開く力となる。ああ、そしてその意志の力こそがお前を真のヒーローへと導く。人の原動力は心だから。あとはお前次第だ。僕はもう後悔したくない、諦めたくない、全部助けたい。だから僕が何もかも救ってみせる。よよ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 よ、新しいメダル、すごい、マジか、ラストティーじゃない、マジか。限界を超えろ、今こそ真のヒーローとして覚醒するのだ。ラストティーだい。変身。村取り半端ないな。おお、紫かー。わお、緑から紫に最後のティーダイン。太陽の王者、ラストティーダイン。太陽の戦士から王者になったぞ。おお、なんと凄まじいパワーだ。どうやら壁を乗り越えたようだな。いいね、ちょっと宇宙人っぽいね。今のはお前の意志が私の意志を上回ったのだ。君は私の意志に打ち勝つほど成長した。君は真のヒーローになったのだ。真のヒーローに僕が、ひざまずくティーダス君。あなたのお心に従います。およよよよ、地球の真の戦士にして、我が主。ティーダスがマタロに忠誠を誓ってる。これがタイトロン流の上位の戦士への敬意の示し。マジ。バタロ、これからも共に人々を救おう。ラストティーダイに変身できるよ。すげえ。この流れでランド君がもしかして DS ゾディアックになるんかしら。